はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、インフラエンジニアのエンジニアの副業って、ありますかみたいなご質問いただいたので、それを、僕なりの、答えを話したいと思います。はい、まあ、質問というかコメント的にはですね、ゆうたさんは副業とかされていますか？インフラエンジニアに気軽にできる副業とかあったら教えてほしいですというですね。はい、これについてちょっと僕なりの意見を言っていきたいと思います。はい、まずですね、僕の場合ですね、副業ではないんですけれども、複数の会社さんと、仕事を、しております。まず、まあ見方によっては副業に、副業と言えなくもないんですけれども、気持ちは全部メインの、仕事という感じです。なので副業ではないですね、僕には、という感じですね。はい、で、まあ、フリーランスになりたての時ですね、なので3年前ぐらい独立してすぐの時は副業っぽいことを、しては、いたんですけれども、まあ、全然、ダメダメ、でした。はい、というところで、やったけどダメだったものをですね、まず紹介したいと思います。インフラエンジニアならではのというところなんですけれども、まず一つ目がココナラっていうサイトで、インフラ関連のトラブルシュートのお手伝いをしていました。で、まあ、これはね、あんま良くないか、良くないというか、結論あんまやらない方がいいかなと思います。まあ、勉強にはなると思いますけどね。1回1000円とかで、なんですけど、マージン 30% くらい抜かれちゃうんですね。なのでね、割に合わないですね。手元に残ってくるの700円とかで、でまた振り込み手数料みたいなのかかったりして、なかなかあれは、って感じですね。なんで、まあいろいろな意味で勉強になりました。で、一応やったことはルーターの作成を手伝ったり、 Linux に SQL サーバーをインストールするの手伝ったり、あとラズパイのインストールの手伝いとかですね、そういうのをやってました。はい、でも合計で5個ぐらいなんか確かやった覚えあるんですけど、なんか1万いかなかったですね。の割にって感じなので、まあ副業にはならないですね。で、ココナラはですね、結構利用者的にはとても優れてるサイトかなと思います。まあ、割と安くやってもらえたりするのでっていうところはあるんですけれども、販売する側ですね。は、まあ、とても、あれはなかなか辛いものがあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、どうなんですかね。まあ、うまいこと使ってる人も多分いるとは思うんですけど、はい、僕には使いこなせませんでした。はい、というところですね。はい、二つ目、ヤフオクですね。これインフラエンジニア関係ないんですけど、家にあるですね、昔やってた遊戯王カードとか、もう使わなくなったゲームとかを、売ったりしてました。で、そこそこお小遣いになってましたね。月1万円ぐらいですかね。やっぱりね、でも一連の作業がめんどくさいんですね。写真撮って、出品して、梱包して、メールやり取りしてみたいなのが、まあなかなか、みんな事務作業なので、あんまり面白くはないけど、まあ売れるのを見ると楽しいですね。なんでまあ、やるのであれば、まあ考えてやらないといけないかなと思いました。なので、まとめて作業したり、まあ、うまいことその、工数を減らすような、ものに考えないといけないかなっていうのは思いましたね。で、三つ目、プログラミングスクールのバイト。はい。これは、実際にはね、やれてないんですけど、まあ、できなかったというかですね、まあ、採用に落ちちゃったんですね。はい。で、プログラミング、スクールでインフラも教えるっていうところがあったんですけど、まあ、そこに応募したんですけど、結果なんか電話かかってこなくてダメでしたね。で、まあ、確かオンテッドリーで募集がかかっていて、なんか今でもやってるんじゃないかなというふうに思うので、なんかもし興味あったら探せば全然あると思いますね。はい。というところが、まあ、やったことのあるものだけれど、まあ、鳴かず飛ばずの、ところ。はい、で、まあ、今ですね、僕がまあ駆け出しフリーランスになったら、3年前に戻ったら、自分にこれやれというようなことをですね、ちょっとお話ししようと思います。まずアフィリエイトですかね。これはなんかやっぱブログとかでもいいんじゃないかなと
というふうに思いますね。だから、うん、そうですね。で、あ、先に、そう、言っておきますね。で、アフィリエイト、YouTube、あとサービスをなんか作るっていうところと、あともう仕事を取ってきちゃったところですね。で、インフラ系の仕事って、なんか割とね、探せばあるというか、うん、あるんですね。で、結構ウェブ系の会社って、その会社の数ってたくさんあるんですけれども、そのインフラを専門にやってる人って少ないんですよね、世の中的に。で、割と、なんだろうな、そこそこ中規模ぐらいの会社になると、結構トラブルシュートだったりの時にインフラの部分が出てきたりするんですね。で、そこで、うまいこと引き合いがあったりすると、そこからお仕事いただけたりっていうのもあったりするので、うん。もう、副業を、なんかなのでさっきのココナナとかそういうのを、ヤフオクとかをやるんだが、もう仕事を探してきちゃうっていうのがいいかなというふうに思います。で、まあこの仕事を探すっていうのは別でさっきのアフィリエイトだったり YouTube だったりサービスなんか作るっていうところも。で、こうやってまあ、いわゆる労働集約型ビジネスっていう感じですね。まあ最初はすごい、初動は弱いと思うんですけども、まあこういうビジネスを育った方がいいかなというふうに思います。うん。まあそう、アルバイトとか、まあ、ある意味さっき仕事取ってくるっていうところだと、まあ仕事取ってくるのはまあ一気にゲットできるからいいと思うんですけど、アルバイトとかね、そういうのだと、まあ確かにすぐ収入ゲットできるんですけれども、まあ結局はね、労働して労働に労働を足すことになるので、まあ体をいじめてしまうことになっちゃうんですよね。だからまあメインの仕事で、生活できないなら、まあその背に腹は変えられなくて、まあアルバイトでも、なんとかしないといけないという状況あるかもしれないんですけれども、まあ、そこが大丈夫ならまあこらえてですね、なんかビジネスを育てる、労働集約系のビジネスを育てるっていうのはとてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。というのが僕が今思うところです。まあこれあんま実践できてないので、説得力がないんですけれども、うん、まあ、そういうふうに思ってます。はい、というところで、今回ですね、副業をなんかやってるんですか、なんかおすすめありますかについて、答えました。はい、というところでまたなんかいろいろご質問とかあればどんどんいただけるとネタにもなるのでとても嬉しいと思います。はい、じゃあご質問ありがとうございました。動画見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた見てください。バイバイ。